はい、サイグスーヨーチュウガナベラ三振エヴァンジェリスト前チンこと前田明やいビーンえい、月にですね 2回、第1、第3日曜日の午後1時半から3時半までですね、ビギン、島唄、ポップスというですね、三振を楽しむ、サークルを、開催しております。クンクン C がこの目で追ってですね、弾ける方だったらですね、お気軽に、参加できますので、どうぞ楽しんでみたい方、いらしてくださいね。さあ、そのサークルのですね、仲間たちがですね、どんどん高音域の、三振の皮に、張り替えております。それは何かというとですね、まあこのサンプルを聞いてですね、これ自分の声質に合ったものを選び始めたということなんですね。このように体感していくと、どん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 この自分の音色を通して自分の楽しい三振ライフ、そしてまた練習していくのが楽しくなっていく、そんな感じの音色に変わっていくと思います。今日はですね、このそのメンバーの中のカズちゃんっていうですね、女性の、メンバーが、張り替えたということで、記念にですね、まあ、あのこの、高音域のですね、宣伝がてらり、ちょっと弾いてみてということで動画を、撮らせてもらいましたのでね、紹介してみたいと思います。それじゃあ、素通りっていうんですかね、灘そうそう、私がちょっとギターの伴奏を入れてですね、ちょこっとこの歌ワンフレーズ歌ってもらったんですけども、やはりこのその今までのですね、この、高音域の、音色出なかった三振からこう急にこう変わってですね、違和感はないかというとですね、それが不思議に、歌いやすくなるという、違和感ではなくて歌いやすくなっていくというですね、現象というんですかね、これが起こります。そしてまた、面白いことに、この高音域にこう普段こう練習していて馴染んでいくと、もうこれまでの三振の音色に戻れないという、違和感が出てきます。この違和感はあります。私もその違和感はあるんですけども、しかしまた面白いもので、これまであの低音域このですね、あのものも、あの私嫌いじゃなかったんですね。まあそれはそれで、あのなんていうんですかね、ちっちゃい頃からね聞いてる音色ですので、やっぱりずっと自分体どっかにあるでしょうね。それはそれで今でも好きなんですね。でもやっぱりこのなんていうんですかね、その両方をですね、この楽しみながらやるっていう、あの練習するとですね、なんか本当にバランスがいいかな
って思いますね。ですからこれ今の10代のこの、例えば今何本かねお持ちの、三振をされている方なんかはですね、その、1本をですね肛門域に張り替えてですね、その両方をまず楽しんでみるのもいいかなと、まず自分の声質と、特に男性はですね、声帯が広いのでね、どの低音域だろうが高音域でも合わすことが本当に楽にできると思います。ここがやっぱりこの男性と女性のこの声のですね、声帯の違いがあるので、男性はやはりこの三振には有利になっているのかなと思いますね。そしてまたこれから女性の方たちのですね、今度三振ライフを楽しんでいくには、この肛門域というですねものをうまく活用して、この倍音というですね、これまでの音の倍の音色をですね三振が作れるわけですから、それを活用して、まあ今もし何本とかですね持っている方であれば、そのうちの1本をですね肛門域に張り替えて、できたらこの全天候型、この一年中ですね、この島国って湿気が多いですので、三振というのは湿気をあんまり好まない楽器なのでね、湿気を吸ってまたこの湿気が終わった時に乾燥して、この繰り返しをするとですね、皮の寿命が短くなります。ですから常に一定した形のですね皮の状態を保管していくことが結構長持ちの秘訣になると思います。そういうことで今匠が開発した除湿月のですね、この加工した地位がこの太鼓をですね、お求めになってですね、張り替えるのも一つの、まあ、ぜひともやってほしいかなと思います。そうすると1年間、この全然、湿気とかこう気にせずですね、そういった悩みもなく、快適に、クリーンなこの音色を楽しむことが私はできると思います。実際私は今、その三振を弾いてますのでね、全然こう雨が降っても雪が降ってもですね、こう同じ音色になっていて、また自分の声質に合わせて張ってますのでね、なかなかこう肩も凝らないしね、快適でございます。ということで、ますます自信を持ってですね、これからどん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 こういう動画を通して世界中の三振愛好者の皆さんにお届けしようと、そんな感じで思っております。はい、今日はですね、本当に参考までに、その張り替えたばっかりのね、音色を、聞いていただきましたが、まあ、ちょっとね、マイクの調子とかいろいろあって声が小さかったかなとも思うんですけど、まあ本人が気に入っているようでございますので、はい、参考になればまた、お気軽にご連絡くださいね。安心、またやーさい。